鉄道や発電所など社会の基盤となるいわゆるインフラ近年インフラの海外展開は個別の機器や設備の納入だけでなく設計・建設から維持・管理まで含めたパッケージ型が主流となっています12月15日そのインフラ輸出を官民一体となって実現するための会合が開かれました アジアを中心としたインフラ需要は大変膨大なものがあります。一方において、インフラ獲得の競争は極めて熾烈な状況でございます。我が国の技術力は世界に簡たるものがございますが、それだけで、その競争に勝てるというものではございません。その熾烈な競争に打ち勝つため、これまで10回にわたってインフラの海外展開について議論を行ってきました。そして今回話し合われたのは、 インドについて現在年齢で見たインドの人口分布は約半分が25歳未満です今後インドの経済的な中間層は中国をしのぐ勢いで推移我が国の製造業の企業も今後の成長性を理由に事業展開先としてインドを有望と見ています我々にとって課題は何なのかそれは優秀な技術と 運営管理のノウハウ、優れた人材とファイナンスを組み合わせて、比類ないシステムを海外に展開することだというふうに思います。我が国が強みを持つ分野において、そのようなシステムを作り、フロンティアである新たな領域を果敢に攻めていかなければなりません。今回の会議議でで総理は、これれまで議論されてて、きた分野に加えて宇宙、防災、環境配慮型都市なども、